今回は、闇の攻撃のみ通常軸肉集めが現実的に使えそうなラインになってきたので編成を紹介します。とりあえず動画を見てもらってから色々説明していきます。それではご覧ください。神髄、鬼面柱。ジャスト。塵になると砕けろ。逃がさ。永劫に眠れ。見てわかるように運要素が結構あります。連撃やクリティカル、シスの回避ですね。今の編成のままだと下振れると倒すことができません。しかし、1ポチで確実に倒せる編成と、例えば30分に1度は下振れて倒せないが、0ポチの編成、どちらが早いのかというと0ポチ編成なんですよね。これがもし5分に1度失敗してしまうならばさすがに効率が悪いので、この下振れの確率をどこまで減らせるかというのが重要になってきます。ここまでいろいろ書いてきて、これから確率云々の話をしていきますが、ダンバフ中だとおそらく下振れしたとしても普通に倒せると思うんですよね。両面交流なので通常攻撃が全然上限に届いておらず、上がり幅はかなり大きいです。攻撃隊長バフは予選2日&インターバルで計12時間ありますし、副団長バフ中ならば両面交流ではなく片面派ですとかにもできます。普通の人ならば12時間もあれば必要な肉の数は余裕で集まります。今2200万出せる編成を組めないとしても、ダンバフ中なら倒せる可能性があるので、準備しておく価値はあると思います。さて、ここからは下振れ上振れの話をしていこうと思います。大きく分けて2つあり、攻撃で 50% を踏めるか、シスが回避するかどうかです。まずは、前半の攻撃で 50% を踏めるかについて話していきます。シスの奥義ダメージは下振れがないので、主人公、水着メグ、バイトの連撃とクリティカルが問題となってきます。まずは、連撃についてです。主人公は斧を5本装備させたアプサラスなので DA 確定、水着メグは裏に水着浴衣キャラを入れておくと TA 確定、バイトは連撃確定していません。ですので、主人公とバイトの連撃率をなるべく高くすることで下振れの確率を減らしています。誘惑のチェーンで DA 率 35% と TA 率 25% は常にアップしており、主人公は TA 率の LB を振ることで、TA 率 48% まで上昇できています。また、バイトは覚醒タイプを連撃にしており、いろいろ合わせると、DA 率を 50%、TA 率を 30%、プラス基礎連撃率だけ上昇しています。次に、クリティカルについてです。クリティカルによるダメージ上昇も当然大事ですが、水着メグのサポアビに、クリティカル発生時追撃 10% 付与とあるので、クリティカルの有無によってダメージが相当大きく変わってしまいます。両面交流なので武器でクリ確定とかにはできません。ですので、LB に頼らざるを得なく、当然クリ確定にはできないので下振れが存在してしまいます。キャラのクリ LB は発動率 25% 倍率 25% で、複数振った場合はそれぞれ個別で判定が行われます。特に、TA 確定している水着メグがクリティカルを出せるかが重要です。水着メグにはクリティカルの LB が6個もあるので全てに振っています。6個もあればほぼクリティカルでそうですが、クリティカルが発生しない確率が 18% もあるんですよね。6回に1回は下振れてしまう計算になります。ですので、水着メグのクリティカルが発生せず、主人公やバイトの連撃が下振れた時 50% に届かず、53% 程度で止まってしまいます。一方、複数クリティカルが発生した場合はその分だけダメージが加算されるので、主人公やバイトが下振れたとしても 50% に届くこともあります。また、バイトにもクリ LB が2つあるのでこれにも振っています。そして主人公のクリ LB は発動率 5% 倍率 5% のゴミですが、今回は2つとも振っており、9% の確率でクリティカルが発生します。倍率は相当低いですが、クリ発生時の追撃目的です。DA 確定なので、DA 率に振っていた LB をクリティカルに回しています。
一旦まとめておくと、電撃率とクリティカル率をなるべく上げることで、下振れして 50% に届かない確率を下げています。また、私の計算上では、ダンバフがあれば下振れたとしても 50% に届く予定です。次は、シスが回避するかどうかです。150シスは回避することでアビダメが発動しますが、50% の10回多弾が当たるかどうかは運ゲーになります。通常4キャラいる場合、被弾しない確率は 5.6% あり、18回に1回は失敗することになります。ここで活躍するのがバイトの LB です。バイトの LB には敵対心ダウンが2つもあります。この敵対心ダウンは1つにつき 50% ダウンするので、2つあると 100% ダウンして攻撃が全く当たらないようになるはずですが、そういう仕様ではなく、約 94% ダウンが限界らしいです。それで計算すると、シスが10回多弾攻撃を被弾しない確率は約 2% となります。18回に1回失敗だったのが、50回に1回まで下げることができます。しかも、前半の攻撃によるダメージが上振れた場合は、シスの回避時アビダメなしで倒しきることもできます。さらに、ダンバフがあった場合は、下振れた時だけ回避時アビダメが必要になると考えているので、倒せない確率はかなり下がるはずです。さて、ここからさらに確率を上げていくことを考えていくと、まず最初に思いつくのが、交流をジルニトラに変えることです。交流は全属性攻撃力 50% アップですが、ジルニトラは3突すると闇属性攻撃力 60% アップとなり、交流の上位互換となります。私のジルニトラは無突なので、3突までかなり遠いんですよね。普通に召喚効果も強いので、ぜひとも3突にはしておきたいです。ガチャピンさんに期待しています。また、フェディエル医師の実装もおそらくあるでしょう。しかし、ハデスのカゴが乗る武器がアゴナイズ2本と天使武器1本しかないので伸び率としては低いです。次は、指輪耳飾りの厳選です。渾身や属性攻撃をつけるのもいいですが、連撃やクリティカルをつけて下振れする確率を下げるのもありだと考えています。どっちがいいのかよくわからないですけど。他に考えられるのは、実装予定のリミフェディエルが肉厚めで使える性能なのかですね。ということで、今回は、闇の攻撃のみ通常軸肉厚め編成を紹介してきました。まだまだ不完全な編成ですが、アクサラスのマスターレベルとバイトのバランス調整によって、現実的に使えそうなラインに近づいてきたと思います。私の場合はダンバフ中しか肉厚めやらないので、このままの編成でも十分なのかと考えています。AT と重なったら使えませんが、私の弾はいつも AT をずらしていたはずなので、フルに使えて問題ありません。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは。